細胞。細胞とは、すべての生物が持つ、微小な、部屋状の株構造のこと。生物体の構造上、機能上の基本単位。そして同時にそれ、自体を生命体と言うこともできる。細胞を意味する英語の、の語源はギリシャ語で、小さな部屋を意味する語である。1665年にこの構造を発見した、ロバート・フックが、実著においてと命名した。 細胞は生物の原始的な形態である単細胞生物、細菌、原生生物などでは個体そのもの、複雑な多細胞生物では組織を構成する基本的な単位である。すべての生物がこの小部屋状の株構造、細胞から成り立ち、一般に生物の最も基本的な構成単位と認められ、細胞を持つことが生物の定義の一つとされることもある。 この考えでは、ウイルスやウイロイドは、細胞を持たず代謝を行わないことや、自己増殖ができない点などから、生物とはみなされない。細胞には、細胞質と外界を隔てる、膜構造に包まれ、内部には、解凍系、クエン酸回路などの代謝する経路などを担い、生命活動を工場的に行う機関を持ち、自己再生と複製をするための遺伝情報とそれを、 発現させる機能が備わっている。生物は多様であり、分類するドメインは複数ある。このうち遺伝を担う共通の物質である DNA がどのような形態に置かれているかによって、細胞そして生物は2種類に分類される。DNA を保持する、はっきりした構造を持たないものを原核生物、全核生物といい、その他の細胞小器官、 オルガネラも持たない。このような細胞は、幻覚細胞、全核細胞、肌核細胞と呼ばれる。これに対し、DNA を包む、はっきりした核を持つ細胞が、新核細胞、比較細胞、有核細胞であり、明確な細胞小器官も見られる。細胞分裂においても、新核細胞がありと分裂を行うのに対し、幻覚細胞は行わない。 さらに生物には、一つ一つの細胞が独立して生きていくような、単細胞生物から、同じような細胞が集まって、軍隊を形成して、一緒に生きていくようなもの、また一つ一つの細胞に分かれては生きていけないほどまでに、特殊化した細胞からなる、多細胞生物まで、様々な形態がある。英語、イコール小さな部屋の命名は、ロバート・フック著顕微鏡図譜、 が始まりとされる。1665年、彼はコルクガシのコルク層の小片を自作の顕微鏡で観察している時にこの構造を初めて発見し、生物は細胞から作られていると考えた。ただし、彼が実際に観察したものは内容物を失った後の細胞壁であった。その後、アントニ・ファン・レーウェンフックが発明した高性能の顕微鏡で、 細胞観察を行った。1838年にはマテアス・ヤーコップ・シュライデンが植物組織を、翌年にはテオドール・シュワンが動物組織を観察した結果から、生物は基本的に細胞から構成されているとし、細胞は生物共通の構造で発生の基本単位であるとする細胞説を提唱した。細胞説は、 細胞がどのように発生するかを説明していなかったが、1855年にルドルフ・ルートビヒカール・ウィーヒョウが細胞は分裂して増えるという説を発表し、1860年にルイパスツールが生物の自然発生説を否定し、生物は細胞増殖で成長すると考えられるようになった。1857年にはミトコンドリアが、1898年には カミッド・ゴルジによって、ゴルジ体が発見された。1950年代頃から、電子顕微鏡による観察が、盛んに行われ、細胞膜や細胞骨格が観察された。さらに、多細胞生物の組織内部にある細胞についても、1951年に、ヘラ細胞で、細胞培養と不死化が成功して、以来、観察が可能となった。技術は進み、 均一な細胞集団の早い増殖技術、生化学や遺伝学の研究技法の導入、遺伝子組み換え技術や細胞工学的技術の発展、発生生物学技術の進歩などを取り込みながら、細胞の研究は進展している。細胞は約17種類の元素が含まれる。重量比64%の酸素は、水や有機化合物の他に、呼吸で取り込んだ酸素ガスに含まれる。 同18%の炭素は有機化合物の他に呼吸で排出する二酸化炭素中にも存在する。同10%の水素は水や有機化合物に使われる。同3%の窒素はアミノ酸や塩基の原料となる。ここまでの4種類は主要4元素と呼ばれる。これに続き神経細胞や細胞調整に使われるカルシウム。 染色体やリン酸として使われるリンナトリウム、カリウム、塩素、マグネシウムなどが続き、さらに微量元素と呼ばれる鉄、亜鉛、マンガン要素、フッ素などがある。生命に必須の物質と言われる水以外に、細胞中に含まれる分子は、主に糖質、脂質、タンパク質、アミノ酸、核酸の4種に分けられる。糖質では、 担当のリボースがヌクレオチドの成分として重要である。グルコースはエネルギー源となり、単純多糖化すると植物ではデンプン、動物ではグリコーゲンとなってエネルギー貯蔵能を持ち。セルロースは植物細胞の構造を支え、多糖のグリコサミノグリカンは動物細胞の細胞外マトリックスに多く含まれる。不水溶性の脂質はクリセロールとのエステルである。 中性脂肪の形で存在し、エネルギー貯蔵の役目を持つ。また、リン酸と結合した脂質であるホスファチジルコリンなどのリン脂質は、細胞膜の主性である。生体内において、タンパク質と核酸は、直接に遺伝情報を持つため、情報公文子と呼ばれる。酵素やリボソームなど生体物質などに使われる、タンパク質は、高学異生体。 L 型に限られた20種類のアミノ酸が、ペプチド結合を重ね、工事構造を持った、様々な種類がある。核酸は、糖の1くらいに塩基が結びついたヌクレオチドを基礎に、糖の4くらいに結合したリン酸。ここまでの構造をヌクレオチドというを介した、ジエステル結合によって連続的につながった構造を、持つ DNAN と、そこから転写され、 作られるヌクレオチド重合体である RNA がある。DNA の糖はニデオキシリボース、RNA の糖はリボースである。また塩基は、DNA では、プリン塩基であるアデニン、A トグアニン、G 及び、ピリメジン塩基であるシトシン、シートチミン、T の4種が、RNA ではチミンに代わって、ピリメジン塩基のウラシル、U を含む種が使われる。すべての細胞は、生体膜である。 細胞膜で包まれ、内部は生体物質を含む水溶液があり、代謝の場となっている。リボソーム、細胞質、原形質といった共通の構成要素を持っている。外界から内部を隔てる約5ナノメートルの厚みを持つ細胞膜は脂質二重層にタンパク質が結合した構成を持っている。その微細構造は素水性の脂肪酸に 浸水性のリンや糖が結びついた分子が、素水元を向かい合わせて、P 面を作り、浸水元が外側の E 面を作って、ゆるく並び、ところどころに、タンパク質が挟まっており、全体が流動している。脂質部分は、水や使用性物質のみの通過を許し、水溶性物質が通れる箇所は挟まった、チャンネルタンパク質に空いた小さな穴のみ限定される上、 キャリアタンパク質という箇所はエネルギーを消費し通過する物質を選択する性質を持つ。細胞が持つ DNA は塩基配列、または遺伝暗号、ジェネティックコードというヌクレオチドの塩基部分が並ぶ構造を持つ。この塩基の並びは3つを基本的な単位としており、これを mRNA に転写し、細胞内のリボソームで mRNA の情報、コドンが翻訳され、 それに沿ってアミノ酸が術状に合成されタンパク質が作られる。この一連の反応はすべての細胞に共通する基本的な原理であり、そのためセントラルドグマと呼ばれる。細胞はその内部構造から原核細胞と真核細胞に分けられる。これらの最も大きな胞は細胞核の有無であり、原核細胞には細胞核がない。原核細胞には 細菌と個細菌が含まれ、真核細胞は真核生物が含まれる。また、原核細胞から構成される生物をまとめて、原核生物と呼ぶ。これら3種類の生物群は、ドメインと呼ばれる最も上位の分類群で、個細菌と真核生物が近く、細菌が離れている。原核細胞は、真核細胞に比べ、 細胞膜の中に見学したリボソームがあるだけの単純な構造を持つ。幻覚細胞は単細胞生物や軍隊をなす生物に限定して見ることができ、5解説のモネラ界が相当する。真核細胞はその細胞膜の内側に細胞小器官を有する。ミトコンドリアと葉緑体は細胞に取り込まれた細菌が共生したものに由来すると考えられている。細胞内と模接。 単細胞の真核生物は非常に多様な種類があるが、軍隊や多細胞生物の種類も多い。多細胞生物の中に含まれる境である動物界、植物界、真菌はすべて真核細胞生物である。なお、幻覚細胞を肌核細胞、真核細胞を比較細胞と呼ぶこともある。幻覚細胞は単純な組織を持ち、 細胞を持つ生物の初期の形態を維持していると考えられる。最大の特徴は DNA を含む格様体が膜の区切りがなく細胞質の中に漂っていることと一般に単位膜で包まれた細胞小器官を持たないことである。DNA は環状でその一端が細胞膜の決まった箇所に付着している。リボソームは細胞質中に浮遊したもの。 有利リ,リボソームと細胞膜に付着したもの、膜リボソームがあるため細胞質基質はザラザラしている。なお、原核細胞のリボソームは真核細胞のそれよりやや小さい。細胞膜は脂質二重層であり、その外側にモリクテスズナとテルモプラズマツナを除くと細胞壁を持ち細胞内と外界等を隔てている。エンドサイトーシスやミトコンドリアを持たない。 幻覚生物にとって、ここは電子伝達系をはじめとした代謝の主要な場であり、盛んに内外との物質のやり取り、エネルギー生産などを行っている。幻覚生物にとって、細胞膜の機能は大変に重要であり、体積に対してある程度の表面積を確保する必要がある。これが幻覚生物が細胞サイズをあまり拡大できない理由の一つと言える。 また細胞壁の存在は、低腸液などの条件下での浸透圧による細胞の破裂を防止する。幻覚層類、シアノバクテリアなどは、光合成を行う機能を持つ。このため立つ構造に、弁網や線網、または、胸膜や粘膜層を持つものがある。弁網はアクチン様タンパク質フラジェリンの、セン様多重合体であり、これが細胞壁から突き出して回転し、 能動的に移動することができる。繊毛は、タンパク質の繊維で、病原体などが他者へ付着することを容易にする。水を多く含み細胞を取り巻く胸膜や粘膜層は、食作用を受けにくくさせる効果がある。細菌と古細菌を比較した場合、弁毛や細胞壁は、細菌や古細菌がそれぞれ独立に持つものであり、目的は同じでも、両者の構造に共通点はない。 また、古細菌の遺伝子発現や、タンパク質合成系は、細菌よりも、むしろ深刻生物に似ている。ただし DNA が細胞質中に存在するなど、原覚生物の基本的な性質は保存している。古細菌のエーテル型脂質、特にその立体構造の違いは両者を、決定的に区別するが、これは、細菌と古細菌の違いというより、むしろ古細菌と、 その他の生物を区別する特徴である。幻覚細胞の整理は機能化が進んだ新核生物よりも多様である。発見された数千種に過ぎない幻覚生物には新核生物が成し得ないようからエネルギーを得るものや空中窒素固定を可能にするものも存在する。新核細胞は幻覚生物よりも一般に大きく。 数種類の細胞小器官を持つなど複雑な構造をしている。細胞質の気質は幻覚細胞と違ってザラザラしていない。これはリボソームの主要な部分が小胞体に結合しているためである。深刻細胞の細胞質には細胞骨格、サイトスケルトンと呼ばれる微小なやフィラメント状が作る網目もしくは束状をした三次元構造がある。 これが特に発達した動物の細胞では、細胞骨格が各細胞の形を決定づける。植物の場合、細胞の形は細胞壁による影響が大きいが、細胞骨格が原形質の流動を制御する。細胞小器官はこの細胞骨格に定着しており、浮遊状態にはない。細胞骨格は、細胞質フィラメントと呼ばれる3種類のタンパク質から、なる繊維に分けられる。 また、細胞質フィラメントは、骨格的機能だけでなく、分泌や情報の伝達、また運動にも機能すると推定されている。細胞膜は、幻覚細胞と構成は、少々異なる部分もあるが、機能は、ほぼ同じである。真核細胞では、細胞壁があるものもあれば、ないものもある。真核細胞の DNA は、一本、または、 複数本の分子から構成される直線上で幻覚生物よりも多く染色体と呼ばれる。染色体は DNA がヒストンという塩基性タンパク質に絡みついた複合体、ヌクレオームを構成してしっかりと凝縮した状態になっている。すべての染色体の DNA は核の中に閉じ込められており、核膜によって細胞質と隔てられている。何 種類かの細胞内小器官は、それぞれが独自の DNA を持つものがある。それらは大きさがほぼ最近に近いこともあり、もともとは別の生物だったものが強制によって細胞小器官となったとする考えを、細内強制説という。深核細胞生物の中には、専門や弁網で移動できるものがある。弁網は、原核生物のものとは構造が異なり、 全く違った性格のものであり、細胞骨格の一種である微小管がタンパク質繊維で結びいたものである。深核細胞の内部には、細胞小器官、細胞器官、オルガネラと呼ばれる膜に包まれた構造体がある。これらは、それぞれ特有の機能を持ち、まるで生命個体の器官のように働くため、このような名称が付けられた。 例えば酸素を吸収しに酸化炭素を排出する面から見た呼吸の役割はミトコンドリアと記される。消化を高分子を取り入れて加水分解することとすれば口はピノソーム、消化管はリソソームに相当する。他になども存在する。微小管、中間系フィラメント及びアクチンフィラメントをまとめて細胞骨格と呼ぶ。実際には 全ての生物で細胞がこのような構造が見られるわけではない。原生生物は多細胞生物の細胞と同様に核構造を持ち深核生物に分類されるが変形菌の変形体や水カビケカビなどでは大きな体が細胞に分かれておらず、しかも多数の核を含む。これは細胞の成長と核分裂が起きても細胞質分裂が起きないためで、 多数の細胞にあたる内容が単一の細胞容器に含まれる。このような生物は多角体と呼ばれる。同様に多数の細胞にあたる内容が単一の細胞の輪郭に含まれるものは多細胞生物にもあり、例えば黄門筋などがそうであるが、これはむしろ多数の細胞が融合したものとみなし、これを合わせ包帯という。多細胞生物では逆に細胞として、 不可欠なはずの内容を書く例もある。例えば我々哺乳類の赤血球には核がない。これはむしろ多細胞生物に見られる細胞の役割分担の中でなくてもその機能が果たせる場合にはそれが退化することもあるということであろう。45億年前と言われる地球誕生後最初の細胞は40億年前頃に幻覚生物として誕生した。 新核性細胞への進化は、その15億年後になされたが、当初は単細胞生物であった。多細胞生物が誕生するにはさらに10億年の期間を待たなければならなかった。原核細胞と新核細胞の大きな差異である核や細胞小器官は、それぞれが膜に包まれ、内容物を閉じ込めている。核では傷つきやすい DNA であり、 葉緑体やミトコンドリアは、エネルギー転移系、小胞体や、ゴルジュ体は、膜合成系と分泌器関系、細胞にとって危険な過酸化水素を作る酵素、ベルオキシダを閉じ込めるミクロボディア、リソソームはやはり危険を伴う酵素や、異物の消化を行う。このような小器官は、複数の発生段階を踏んだと考えられている。葉緑体やミトコンドリアは、それぞれの機能を持つ、 幻覚生物を初期の真核生物が食作用で細胞内に取り込み矯正し現在の姿になったと考えられる。この根拠として両者は20以上の単位膜に覆われ独自の DNA を持ち幻覚生物と同じ 70S のリボソームを持ちまた20以上の単位膜に覆われる点が挙げられ特に複数の膜は内側が原核生物時代の細胞膜 外側が、深核生物の食作用時に作ったくぼみ部分の細胞膜をそれぞれ由来とすると思われる。機械的に脆い DNA を守る核も二重の単位膜を持つ。この由来はよくわかっていないが、幻覚細胞で見られる DNA が付着する細胞膜部分の周囲が凹み、二重に折りたたまれた単位膜が DNA を覆った、球状器官が細胞内部に入ったという意見がある。 小胞体やゴルジ体は一重の単位膜で構成される。タンパク質の合成と分泌に関わるこれら小期間に相当する機能を原核細胞では細胞膜と付着するリボソームで行っている。真核細胞は進化の過程でリボソームを持つ細胞膜の一部を内部に凹ませ、細胞内でのタンパク質合成とゴルジ体そして液胞を使った。 分泌のメカニズムを獲得したという説がある。同様に一重単位膜のリソソームも食作用のため細胞膜の一部を異物を取り囲むように空を作った部分の変化とも考えられる。多細胞生物は生命活動の役割を細胞単位で分担しているという特徴がある。しかし、このように違う各細胞の DNA は基本的に変わらない。これは一つは DNA の発現部分の選択や構成的な仕組みによってコントロールされる。これらはエピジェネティックと呼ばれる。地球生物で細胞の大きさを競えるものは卵細胞であり、人が持ち得る最大の細胞も卵子と例外ではない。特に鳥類が産む大きな卵の黄身は一つの卵細胞にあたり、最大と言われるダチョウでは7500兆マイクロメートルにもなる。 人の卵子は140万マイクロメートルに過ぎない。細胞の死は、生物が成長する、各段階において見られ、例えばオタマジャクシの尾が収縮する例が挙げられる。その死には遺伝子にあらかじめ組み込まれた情報に、のっとったものから、偶発的な場合もある。自発的な細胞死は、アポトーシス。偶発的な細胞死、エシは、ネクローシスと呼ばれる。 細胞中の塩基は、波長260メートルの紫外線を特異的に吸収する性質を持ち、DNA の塩基構造を変化させることがある。例えば、ミンが並ぶ部分が紫外線を急行すると、その間シクロブタン管が形成され、体になるグリシンがアデニンに変化する現象が起こる。結界伝情報が書き換えられ、突然変異や眼科、または細胞死などの異常を起こす。 可能性が生じる。また、塩基構造の変化は DNA の複製や転写を阻害してしまうこともある。クロイツフェルトヤコブ病は、不十分な折りたたみ構造を持つ異常タンパク質が引き起こす脳細胞死が原因である。これを含むプリオン病は、プリオンは本来水溶性のタンパク質だが、螺旋構造が減少し、ベータシート構造が増えた異常プリオンは不要化し、 分解されずに脳細胞に沈着する。これが異型となり正常なプリオンを異常化させ増殖するように振る舞いながら脳細胞を死に至らしめる。人の細胞は最小のリンパ球で直径約5マイクロメートル、最大の一つ卵子は約120マイクロメートルある。一般的な細胞は10から20マイクロメートルである。 かつては人体 1kg あたりの平均的細胞数は約1兆個であり、体重 60kg の平均的男性の場合、その体は約60兆個で作られているとされていたが、細胞の種類などを考慮した計算では約37兆個とされる。人の体には生殖細胞と体細胞があり、そのほとんどを占める体細胞は約200種で、 増殖方法から大きく3種類の組織に分けられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。